3億年も前のクリケットボールを見たことがありますか？クレルクスドルプ球体は南アフリカのハロー石を採掘する交渉で見つかり、科学界に衝撃を与えました。これは中央に縫い目のような線がある古代のクリケットボールのように見えます。1980年代にはこの球体が誰にも知られていない洪水以前の進んだ文明によって作られたと主張する人々もいました。ある博物館の学芸員は展示ケースの中で球体自ら回転する話をしています。またあるテレビ番組では心霊術師を招き、この球体が古代の宇宙船の一部であると明言しました。しかし地質学者はこれらの球体は実は非常にありふれた凝集体、つまり周囲の岩とは異なる鉱物から形成された球状の物体だと言っています。継ぎ目のような線は時間の経過で母岩の層が積み重なってできたものに過ぎません。クレルクスドルプ球には様々な形があり、著しく平らな球体からはっきりとした円盤状まで様々です。様々な逸話に関してですが、その球体が自ら回転したという件についてはクラークスドルプ博物館の館長が次のように説明しています。彼はジャーナリストが訪れた際に一つの球体をガラスの棚に置いたところ、その球体が自然に少し回転したと述べました。だってその球体丸いですからね。また博物館の立地する地域は近くで行われている金鉱採掘活動のせいで地面が揺れることも頻繁にあります。最も古いとされる人類に似た足跡は600万年前のものかもしれません。これは2002年にギリシャのクレタ島で発見されました。この数字が正確だとしたら初期の人類の祖先は以前考えられていたよりもずっと早くヨーロッパとアフリカ間を移動していたかもしれないということ。ただしこれはアフリカが人類の発祥の地ではないという意味ではありません。単に初期人類の祖先が大陸間を行き来していた可能性があることを示しているだけです。一部の研究者はその足跡が二足歩行生物によって残されたもので、初期の人類の祖先であるエルグレコと呼ばれる生物と関連するかもしれないと考えています。その足跡の研究者によると、足跡は人間のものに酷似しており、平行な親指を含む5本の指がありました。一方で懐疑的な科学者はその足跡がヨーロッパの後期類人猿のものかもしれないと考えています。最近の研究で堆積岩に含まれる化石化した海洋微生物を分析し、足跡の年代を特定したところ、実際に600万年前のものであることが証明されました。次の驚くべき発見も科学者たちを楽しませてくれます。こちらはドーチェスターポット。美しい作りの金属製の容器で光り輝く銀色に幾何学的なデザインが浮き彫りにされています。このポットは1852年にドーチェスターでかなり珍しい状況の下で発見されました。強力な爆発の際にポットは2つに割れます。科学者たちはそれがもともと複合岩として知られる岩や大きな石に埋め込まれていたと考えています。ドーチェスターポットが出現した岩は約5億年前のものとされています。つまりそのポット自体も同じくらい古い可能性があるということ。現在の大して面白みのない理論ではドーチェスターポットはビクトリア時代の燭台だと示唆されています。その当時かなり流行ったものなので、その時代の素敵な家庭用品が見つかるのはさして驚きではありません。ドーチェスターポットは場違いな工芸品、つまり大パーツに分類されます。その時代にありえないほど先進的だと考えられる出土品です。もしポットが5億年前のものだと考えると、それを作った人は工芸と技術の面でその時代をはるかに超えていました。さらに不思議なのは、ポットには地球上から10万年以上前に消えたと思われる植物の彫刻がされていること。このポットがかなり古いという良い証拠に見えます。ヨーロッパで最も古い地図は4000年前の石かもしれません。この青銅器時代の石板は1900年にフランスの古代の墓地で見つかりました。その石板には驚くべき約 80% の精度で 29km にわたる小手川の支流が3次元で刻まれています。世界中には他にも石が掘られた地図が存在しますが、この地図は特定の地域をスケールに合わせて示している点が独特です。スラブに刻まれたものは川や丘だけでなく、集落や墓地のある場所、畑の配置も描かれているようです。考古学者たちはこのスラブが公開用ではなく、むしろ権力の象徴として使用されたと考えています。
スラブに施された詳細なマーキングは地元の支配者、おそらくは王子や王の領域を示すために用いられたかもしれません。そうやってその領土に対する管理を示しているのです。支配者が権力を失った時、その石板はおそらく埋葬室の一部として再利用されました。このユニークな遺物は博物館の地下室に保管されていました。何十年もの間誰もそれに気づかなかったのですが、何人かの学者が石板についての古い報告書を読み、調査を決意、 3D 技術を使用して詳細な分析を行いました。研究の結果、石板を作った人たちは岩に線を刻むだけでなく、その表面を改良して地形や地勢の凹凸などを高い精度で反映させていたことが証明されました。ザルツブルクのキューブ、別名ボルフエック鉄は19世紀後半にオーストラリアで発見されました。名前に惑わされないでください。全くキューブのようには見えませんから。むしろ2つの平らな面を持つ丸みを帯びた物体です。中央には溝があり、表面はくぼみやへこみが数多くあります。このユニークな外見が理由で、多くの人々はこれがこの世のものではないかもしれないと考えたようです。労働者たちは石炭を爆破した際に偶然この遺物を発見。その石炭層は約6000万年前のものと考えられています。ボルフスエッグ鉄は複数の博物館に移された後、20世紀初頭に不思議にも姿を消し、その後再び現れました。ボン大学の教授はこれが隕石に由来する可能性があると提案しました。しかし隕石に普通見られるコバルトやニッケルなどの元素は見つかっていません。その後これは人間が作った物体で、おそらくビクトリア時代の燭台かもしれないと考えました。ボルフスエッグ鉄が本当は何なのか、今どこにあるのかは誰にも分かりません。そうなんです、また消えてしまったのです。マイスタープリントというのを聞いたことがありますか？それは1968年に発見された化石化したサンダルの跡で多くの興味を引いています。その後には三葉虫が包まれているのですが、三葉虫は人類が存在する約5億年前に絶滅したとされています。しかし多くの歴史家はこの年代が誇張されていると考えています。マイスターが化石を見つけた時、それは認証されました。しかしその認証を行った科学者は、それが人間のサンダルの跡だとは確認せず、ただ三葉虫がいることだけを認証。別の科学者が現場を訪れた時、彼は15センチメートルの跡を見つけ、それが子供の靴の跡だと考えましたが、新しそうな靴だったようです。というわけでこれはタイムトラベルの証拠、または何百万年もの前に人間が存在していた証拠、あるいは早い段階で地球を訪れた誰かの証かもしれません。それともただの岩の形成がサンダルの跡のように見えるだけでしょうか？答えはまだわかりません。1936年6月にテキサス州ロンドンのレッドクリーク沿いを散歩していたある夫婦がかなり変わったものを発見しました。それは古代の岩石層から突き出ている木片。約10年後、好奇心旺盛な彼らの息子がその岩を割って中を見てみることにします。すると驚くほど現代的に見えるハンマーが見つかったのです。それから一人の発見愛好家がそのハンマーを囲む岩が白亜紀のものだと考えました。とするとトリケラトプスのような恐竜がまだ地球上を歩き回っていた時代に誰かが19世紀のハンマーを落としたということになります。したがってこのハンマーが本当に白亜紀のものであれば、進化論全体が間違っていることになります。もしハンマーが現代のものだった場合、それはそのハンマーが見つかった白亜紀の岩石層が考えられていたよりもずっと新しいことになるでしょう。しかし実際の答えはもっと単純でした。そのハンマーは現代のもので、地質学的なプロセスによって岩石に包まれていたのです。鉱物は比較的短い時間で物体の周りを硬化させることができます。したがってそのハンマーはおそらく約1世紀前に鉱山労働者が落とし、その後岩が形成されたのでしょう。いいえ、こちらはビクトリア時代の燭台でもありませんよ。